はいどうもニートです。今日はガンダムウォーズのねガチャやっていこうかなと思います。まあいつもやってるやつなんですけども、はい、今回ですね、こちらですね、ウォーズガチャフェスティバルということで、今のねフェスティバル、まあ、限定ガチャに対して登場した強力な機体が期間限定でね再登場ということで、今ならねこちらですね。11連で星3以上が1体確定という形ですね。で、入ってるのが、ウィングガンダム、ゼロカスタム、フルアーマーユニコーンガンダム、クロスボーン X1 のフルクロスですね。と、F91、バルバトス、ルプス、ビダール、あと、グシオンリベイクフルシティですね。神々っすね。という形で入っています。で、私としては、フルアーマーですね、が欲しい。なので、ちょっとそれ狙って、10連やっていこうかなと思います。で、今もう一個ね、カムバック&、新規プレイヤー応援ガチャ開催中ということで、こちらもやってるんですけども、こちら一回200なんですね。まあ、足りないことにね、100しかないんですよ。なので、こっちのね、ウォーズガチャフェスティバルの方やっていこうかなと思います。じゃあ引いていきましょう。まだここっすよ。ここで黒くなれば、あ、なりましたね。星4は確定です。誰かが来ます。さあ誰が出るか。はい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 、星3が1体ですね。おっと、星42体出たな。はい、メビウス。はい、ストライク。はい、ビルゴ。はい、ザク2。おー、ヘビーアームズ。ボルトガンダム。来たぜー。おい、フルアワーユニコーン。欲しかったやつですね。はい、トーラース。そして、はい、ドラゴンガンダム。はい、カラミティガンダム。あ、はいはい、グシオンリベリックフルシティですね。言えた。言えた。今は噛まずに言えたぞ。ということで、はい、星4が2体、そしてしかも持ってないのが2体っていう形で出ました。他に関しては、設計図になりましたね。はい。では、多分改造というかね、アップグレードできると思うので、アップグレードやっていこうかな。あ、間違った。これかな？アップグレード。アップグレードしたらこいつ星4じゃない？ふぅ！ザク2星4だよー。これザク2ぐらい？ザク2ぐらいだね。多分。合ってるよね。ですね。ザク2ぐらいだったんですね。改造パーツがつけれる。つけて。よいしょ。おお、強くなったね。いいね、いいね。はい、ということでね、今回は、ウォーズガチャフェスティバルの方をやっていきました。もうね、びっくりするぐらいね、ちょこちょこ遊んではいるんですけど、スタミナがね、全部受け取ったりとかした時に、まあ減らないんですよ。で、やってたことで言うと、改造パーツとちょっと取りに行ったりとか、あと、鍵でね、限定の、名前出てこない。あれ、なんて言ったらいいんだろう。見ればいいか。名前が出てこなかった。あ、デイリーミッション。ね、をちょこちょこやったりとかはしてるんですけど、まあ、減ってってないんですよね。なので、ちょっとね、そのうち時間を見つけて、ちょっとがっつり回してみようかなとは思ってます。で、まあ、がっつり回した時に動画とかも撮影できればしていこうかなとは思うんですけども、多分ね、グダグダした動画になっちゃうので、
まあ、取るものでもないのかなとか思いながらですね。もしそういうのもね、見たいよっていう方がいればコメントお待ちしてます。ぜひぜひそちらで。あ、そっか。そうだ、あれだわ。そうだ、あれだわ。期待ガチャの無料が一回ありますね。ちょっと一回やっていこう。来い。星4。あ、これ星1だ。いや、じゃあザクワン。違うね、ドムだね。ドムだね。ドムだね。ドム、そして改造できたんだね。ドム、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 どこかしら、いた。そしてドムもアップグレード。よし。はい、なので、先ほどね、言った通り、このスタミナは、そのうち、こう、がっつり回していこうかなと思います。なかなかね、時間も取れなくて、ガチャとかログインと、ちょっと遊ぶぐらいになっちゃってたので、イベントだったりね、しっかり回して、少しでもやっていければなっていうところではあります。まあね、この辺もちょっとずつやりながら、進めていこうと思います。はい、では、今日はね、ガンダムウォーズの、ウォーズガチャフェスティバル、そちらの方をやっていきました。で、欲しかったね、フルアーマーのユニコーンガンダムゲットできたので、ひとまずは良かったかなっていうところですね。では、本日は以上です。以上、リントでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。